ルアーまでの距離。あ、もうこれ、あ、キュッと結ばない。今日が初めてだとは思えないぐらいと言ってもいい。皆さんこんにちは、ルート25っぱのみかんです。今日はついに実調の日がやってきました。イエーイ。ということで師匠、今日はよろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。どうも師匠の剣崎でございます。はい、やってきましたね、とうとう、はい、とうとう実調が来ましたね、はい、ええ、大江川の清掃から、そう、大江川の清掃から約1ヶ月ちょいぐらいですか、うん、長かったですね何してたんですか、何してた、ちょっと海外に行ってました、ね、今日は師匠どんなことを教えてくれるんですか。まあ今日は、まあ初歩の初歩なわけですよ。釣りのつの字も知らない小娘に釣りというものを教えるわけですから、はい、まず魚を釣る以前にキャスト投げることですね、水辺に向かってこのルアーこいつを、うん、投げ込むこと、まあ、キャストっていうんですけど、はい、まあ、できるかどうか、まあ、それをやる、うん、はい、今日は、はい、うん、釣れるかどうか二の次です。ちゃんとできるようになってからそうですね、釣りましょう、はい、うん、今日は師匠の厳しい指導も受けながら頑張ってやりたいと思います、うん、頑張りまーす、まーす。入るし、ここじゃないよ、ここだよ、ね、うん、入る、え、怖い怖い怖い、ちょ、こうやってやるから怖いんだよ、こうやりなよ、ここを持ちなよ。で、このこことそのガイドが、これガイドって言うんだけど、ガイド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 が、こうやって、こうやって、こうやって見て、ちゃんとまっすぐなるよ、うん、ハンドルをつけよう。君はどっち巻きかね、どっちで巻きたいかね、どっちだったか、まあ右につけてみよう。これでハンドルつきましたと、はい、あれこれを挟む、はい、どう、どう挟む、挟めるとこなくないですか。挟めるとこあるよ。どうやって収まると思ってるの。収まる、どうやって挟む、挟むと思ってる、ロボットみたいに。あ、ちょっと待って、そんな変形せえへんから貸してみそう。はい、これ、ここ、あ、こう、あ、はい、はい、収まりましたね、はい、さて、次はどうする。糸を、糸を通す、そう、糸を通そう。ここに、そこ引っ張っていけば出るかな。あ、切れた、切れてへんって目が寄ってますはい、準備完了しました。こっからは、ルアーをつけていくんですけども、はい、何を投げたいですか。特にないですね、うん、この前ね、確かカットテールを買ったような気がするんですけど、カットテールこれですね。サングラスしましょう。はい、すごい見やすい。今回、はい、まあ、ネコリグっていう仕掛けを今回投げてもらいます、うん、まあ、初心者には一番投げやすくて、はい、まあ、そしてかなり釣れる仕掛けなんですね。ここに用意しました、はい、ネコリグの具です。前回買ったカットテールですね。それに針と、重り、シンカーって言われる重りですね。でこれをつけていきます。でまずこの刺されるようになってるでしょ、はい、これをこいつの頭に刺します、はい、ちょっと頭をちょっと出してみたり、まあ、こんぐらい出してで、あ、これ丁寧にチューブ巻いたる。チューブ、これ巻いたでしょ。ああ、それなんですか。これは投げた時にワームがこうちぎれて飛んでっちゃうことがあるんだけど、これのこの間、そうそうそう、ストッパー、賢いね、うん、でこれをこのチューブをまたぐように、うん、確かに、こうやって刺す、あ、ね、でこれがネコリ。これね、ちょっと一般的にはこのワームに対して、これワームって言うんだけど、はい、ワームに対してこのフック針のサイズはかなりでかい、はい、なぜならこれ以下は俺は持っていないから、
仕方なくこれを使うっていうだけの話です。はい、はい、貸してください、はい、糸の先っぽをください。でまあ今回結び方は僕がやります。はい、最初はちょっと僕やるんで見ててくださいね。で穴に通します。まず通します。ちょっとこっちもちょっと通します。はい、こうなります。で糸と糸を合わせます。こうなります。でこれを1,2,3,4,5 5回くぐらせます。そうすると輪っかできるでしょ、これ。でこの輪っかにこっちの端っこの糸を通します。はい、通りました、通りました、でスーッて引っ張っていくと9、これで OK。 これが結び方で、余った端は切ってこれで釣りができる。これまだ後でやってもらいましょう。本当に人生初のみかん、あの釣りなので全く分かんないことだらけなんで、師匠に頑張ってね教えてもらって一から学んでいきたいと思います。まず安全が大事ですからね。安全面をちゃんと確認してください。はい、このアクティビティで怪我したら一番ダメですから、これはねちょっとおいおい教えていきます。このドラグっていうんだけど、魚が引っ張ったら引っ張った分だけ出るっていう調整なんだけど、これは後々教えていきます。今日は教えません。はい、じゃあ投げ方のレッスンをします。まあ、たらしっていうんだけど、この穂先からこれ穂先っていうの、穂先、この先っぽ、このギンギンのとこ、これ穂先、からルアーまでの距離、これはたらしって言います。たらしはだいたいこれぐらい。でたらしの長さは短ければ短いほど、コントロールしやすい。長でも距離は飛ばない。で逆に長ければ長いほど飛ぶんだけどコントロールしづらい。だから最初はまあちょっと短めのこれぐらい、これぐらいの、その感じ、でまずこの糸、ここの糸、君は右で持つんだな、右投げだな、左投げなんだな、どっちなんだな、だから別に右で投げて持ち替えて右で巻いてもいいし、左で投げてその左右で巻いてもいいし、あ、じゃあ右で投げて右で巻く、右投げ右打ち、はいはい、OK。 じゃあまあこうやって持ちます。こうやって持ちます、で、人差し指でこの糸をかけます。こう引っ掛けます、でこれを上げます。これを上げます、これはベールって言うんだけど、これを上に上げることで、ルアーがフリーになります。これで糸が出ます。そうそう、で巻くときはこれを戻してハンドルを巻いて、でここで注意点、これ今糸ふわってなったでしょ、これはこのまま巻くとふわっとなった糸ごと巻いちゃうからぐちゃぐちゃになっちゃうの、ここで。だからちゃんと張った状態で巻いてください。巻くのはどっちだっけ？そう。おお、来た。はい。そう。あそこまで。そう。あと一回転。ああ、間違えた。間違えた。いいよ。最初は間違えてみたよ。間違えて勉強するんだからね。まあこれがロックだと思ってください。糸が出る止まるのロック。で、まあロックを解除します。解除。はい。で、今でじゃあフリーの状態になりましたね。はい。でこっからやっと投げる作業になります。まあ見ててください僕の。投げるときにこれも離す。そうそういうことです。振ったときに人差し指を伸ばす。振って指を離す方向はここ、この角度、
ここあで話す。意味わかる？じゃあね、振りかぶるでしょ、はい、振りかぶります、はい、ここで指離したらどうなる？穂先の方向どっち向いてる？ん、上向いてる、はい、ってことは上に行っちゃうよね。あ、じゃあここで指離したらどうなる？下、うん、下行っちゃう、うん、だからここら辺で離すのが一番理想的じゃない？むず、だいたい斜め45度、あ、斜め45度で指を離す。あ、その方向に向かって飛んでいくから。あ、だけど上に向かってここら辺で指離すの。はい、ほら、ほんとだ。じゃあ下で、下で離す、ここら辺で離すよ、はい、こうなる、飛ばへん。あ、で斜め45度、ここら辺ね、ここら辺がまあ大体、物理学的に重さのある物体がね一番飛ぶの角度が斜め45度から47度ぐらいかな、うん、でここでじゃあ僕は今やってみます。47度ぐらいで離すよ、はい、全然違うでしょ。うわ、こういうことです、はい、これ今絡まっとるでしょ。絡まってるか、あのくるくる巻いてるだけだから、これは気づいたら手でこうやって直してやってください。はい、じゃあ投げてください。とりあえず簡単なことは教えたんで、はい、とりあえずやってみて失敗しましょう。え、ここら辺で、あ、じゃあ今僕が教えたこと復唱してみて。ん？復唱してみて。だから斜め、あ、違う、まずここから、ここから、ここから、あ、まずここから、はい、人差し指を、うん、その1、ライン、ラインを指にかける、指にかける、その 2、ロックを外す、外す、その3、え、投げる、投げるそうそう、簡単な話。あ、怖い。片手で投げるんですよね。うん、両手で投げてもいいよ。両手もいいです。え、もう一回後ろ行けるんですか？こんだけ、こんだけ、あ、ここら辺まで、うん、顔のここら辺まで行くよ。あ、おうおお、飛んだ飛んだ、前飛んだ前飛んだ早いんだけど、いや、いい、まあまあまあ、その投げる感覚だけを身につけてくれるで、で巻くのは、巻くのは、え、これを戻します。あ、ロックを戻す、ロックを戻します。で、糸張って、糸張って、これをビリビリ、そう、で、巻いて前、うん、前、とりあえず、反復練習しましょう。せーの、おお、おぉ、いいじゃん、おぉいやいや、そんだけ投げれたらね、十分十分、うん、十分十分、釣りになる、十分釣りになる、それその飛距離十分釣りになるから。で、ロックしてピンって貼って詰める。皆さん、うちの釣りガールセンスいいかもしれないですよ。これ気をつけて、はい、ここもちゃんと、ここ、うん、はい、2本、2本か1本かで持って、ここ、はい、絶対に、はい、うん、ダサいから。あんまりこうやってやってるとさ、こうやってくるくる回るじゃん、はい、水辺に立った時はもうあんまり立てないで、うん、はい、あ、そんなもんや、大丈夫だよこれが普通や、なんで、なんで、これが普通、これが普通や。やっぱり初心者に今のみかんちゃんもそうなんだけど、初心者にありがちなキャストね、はい、押し出してんの、あ、押し出しちゃダメ、竿を曲げて、竿がさ曲がって、その反発を使って投げるわけだから、うん、竿を後ろに曲げるでしょ、はい、でその反発を使ってこうやって飛んでいくわけよ、うん、うん、だから押し出したら、はい、こう意味ないわけ、あ、うん、竿を曲げてこの反発で飛んでいくわけ、あ、うん、竿を勝手に竿を曲げて、曲げればこれ勝手にこれ飛んでいくわけだから、こんだけ、うん、本当にこんだけでいいんだよ、こんだけ、じゃあ、こんだけ、チャーシュー麺だよ、チャーシュー麺、あ、見てみ、見とったよ、あ、こっち見たよ、はい、チャーシュー麺なんでチャーシュー麺なんですか？1、2、3が高い。じゃあ何でもいいですか？何でもいい。じゃあマキコです。マキコ。
マーキーコマキコにストライク。あれやっぱやめよう。なんでじゃあタルトにしよう。タルトえタがここでルーと。ああ 3文字とかだったの。あ、ですよね。タルト。あれタルトダメやん。ダメだ。あゆね、巻いてる動作が様になってきてるよ。1、2、3。そう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 。ここはいいの、ここは、はい、こっからダメ。なんで？せっかくここで竿を曲げてんのに、はいはい、ここで止めちゃってるから。前で止めるの。ここで止めるんじゃなくて、でも話すのはここやん、ここで止めてるから。話した後にも下げて。話ここで話す。いや、ここじゃないんですか。ここで話す。ここで話す。上すぎか。上すぎな、はい、上すぎで手が止まってるから。竿はまあ曲がってるから前に飛ぶんだけど、前で話す。あ、早いのか。いや、すごくよかった。楽しい。あの、時間かけていいから、はい、一個一個動作落ち着いて確認して。はい。お、やった。あのね、とってもいい、はい、初心者とは今日が初めてだとは思えないぐらいとってもいい。やった。あのね、まずこの後ろの振り、はい、これなかなかねうまくできないんだよ、まあこれはね、あのペッてなんか俺がずっと言ってるじゃん、これは初心者特有、誰でもやってる、でも後ろの振りがちゃんとできる人ってほぼいない、あの中級者でも後ろの振りできてる人ほぼいない、マジで。俺がまあ今いろんな人をね、視聴者さんとか教えてきてるじゃん、はいはい、投げ方教えてくださいってよく言われるんだけど、まあ俺ってすごい飛ばす人だから、投げ方教えてくださいって言われるんだけど、後ろがねできてない、みんなそれがねできてるからすごくいい。僕ね、口が悪くてね、あの怒ってないんだけど口悪いからよく怒るって言われてるんだけど、で人もあんまり褒めない基本的に、はい、だけど褒めてる。やった。ってことは嘘で褒めたりはしない、だからすごくいいんだよ。マジでマジですごくいい。あとはもう話すタイミング、前の話すタイミングだけ。ほら、まあ、まさかこの短時間でここまでいけるとは思ってはおりませんでした。もう今日なんかもう本当に釣りに行っちゃおうかなと、もう魚をかけに行っちゃおうかなって思ってるぐらい行けてる。もうちょっとでもあと練習しよう、はい、あともうちょっと、はい、もう一回一回時間をかけながら、その俺に言われたこと、はい、一個一個頭の中で確認しながら時間かけてやってください。はい、やった、褒められた。あとは投げるとこ遠くに飛ばせるように。力入れなくていい。力入れるでこうやってピッと俺全然力入ってないでしょ、ふわっと投げてる。よし、じゃあ釣りにかかりますか。はい、そうそう、じゃあ移動しましょう。あ、はい、ここは石亀橋です。ん、石亀橋。石亀橋、はい、はい、とってもメジャーです。おー、サンシャイン栄のレベルの栄です、はい、そこで SKE を釣ろうという企画ですね。大丈夫です。え、変わった。変わった。俺は変わった、お前は変わらない。あれ、あ、そう、長っ。これをまあ、沖に向かって投げてみてください、はい、そうするとコリコリしてます。底のことをボトムっていうの、ボトムがコリコリしてます。あ、硬い硬い、あの石とか岩とかすごいコリコリしてます、うん、でバスってそういうところに集まる、うん、投げてます、はい、でそこで、さっき
投げ、まあ、キャスト練習だったから投げてすぐ回収してとか言ってたでしょ、うん、投げたらもうそのまま停止、はいはい、僕の指示があるまで動かさないで投げてから一連の動作をやりますので、はいはい、今沈んでってます。うん、沈んでってます、うん。ボトムつきました。わかる。わかります。で、今このラインがふわっとなってるでしょ。うん、この張るか張らないかぐらい。うん、で、ここでボトムでちょん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 誘ってやる。うん、で、数回ふわふわふわって刺したらまた巻く。で次は竿だけでパンチョ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 ン、このチョンチョン引っ張ってきた分だけ巻く。あ、まあチョンチョンやってもいいし、こうやってズルズルズルってしてもいいし、あ、まあ、最初はズルズルしようか。はい、でズルズルした分巻く。はい、でズルズルズル。でちょっと待つ。で。ズルズルした分だけ巻く。で待つ。でまたズルズル。待つ。でズルズルした分だけ巻く。この繰り返し。で魚がかかった時、はい、すぐ分かる。あ、そう。ペンペンってなるから。どこがですか。いやもう伝わってくるから。へえ。じゃあ。持ってください、はい、じゃあ僕は魚役やりますね。はい、はい、ここがここ、はい、ルアーがあります。ここにあります。はい、ズルズルしました。で待ってます。でここで魚食います。待ってる時に分かる、はい、分かる、うん、クククク、ツンツンするでしょ、はいはい、でそのままグーって持ってくるんだよ。でここで思いっきり巻いてぐるぐるって、で魚を釣るっていう話です。今だいたい10時ぐらい、時計の10時ぐらいの位置、うん、でそこから12時まで引いてくる。あ、なんか重たい。え、今それボトムボトムのコリコリあ、そうなの。で、上げてで待つ。待つ3、4秒待つ。3秒待つ。はい、で待ったら、ズルズルした分だけまた巻いてくる。OK の繰り返し。からはこのシャッドと呼ばれる、シャッドプラグと呼ばれるルアーを使っていきます。適当に投げて手巻く。で追っかけられてる小魚がこれぐらいのサイズなんだよね。これぐらいだから、それを意味系として、あ、間違えてポイントとおお、ギリギリ。これは一箇所でとどまるんじゃなくて、はい、向こうまで歩いていく。え、歩きながら行く、うん、投げます、巻きます、はい、で投げた分半分歩いてまた投げて巻くの繰り返しでやっていきましょう。すごい。お、めっちゃ飛ぶ。あれ？あ、すげえ。あ、うん。多分そうなのかな。さっき教えた結び方覚えてる、はい、いや、ちょっと忘れてもう一回やろうか、じゃあ、はい、糸を結ぶところを、まあ、愛って言います、
これですね、このリマ、ここが結ぶところですね。でここにまず糸を通します。はい、通りました。でこの持ってる糸と持ってる糸を束ねます。こっちね、端の方を束ねます。でそうするとこれ輪っかっていうか輪っかみたいになってるでしょ。でここに5回巻きつけます。で巻きつけたら糸が輪っかできるでしょ。でこの輪っかに、この輪っかにこの端の糸を通します。通りましたね、うん、でこれをスーッとやると、はい、結びました。これが簡単でとても強度がある結び方。で伸ばして、うん、アインツバイン？あ？でこの表現。はい。でメインラインを、そう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 。はい、極めた。イエーイ。できた。うん。先生がチェックしよう。はい、チェック。全然ダメです。これをもっとキュッと、あ、もっとこれ、あ、キュッと結ばな、ダメ。はい、今ほわってなったから、キュッと、最後はもう、最後はもうキュッと、はい、キュッとこれで OK。 はい、はい、師匠、はい、初めてのみかんの実況はどうでしたか。正直ね、はい、もっとやれないと思った。お、1日キャストに費やすかと思った。いきなりあんなに投げれるとは思わなかったから、ちょっと私はびっくりしました。やった。うん、ただやっぱ人によって癖があるから、その癖に応じた教え方をしなきゃいけないというのは、まあ難しいところで、まあ僕レベルになってくると、まあ、すぐ見抜いて、はい、腰やないって、パパッって飛ばせるようになったわけですよ。あ、うん、師匠のおかげです、ね、そうです、私のおかげです。へ、私の力が全てでございます。だからミカンの力ない、ない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 、だからあれですよ、その後の釣りにかかって釣れないのも僕のせいですよ。ああ、そうなんですね。じゃあ師匠のせいで。そうです、そうです、そうです。だからあなたは悪くない。僕が力を及ばず。そういうことですね。はい、そういうことです。はい。まあでも良かった。うん。これから本当に戦える。本当に戦えるキャストができてるから、はい、釣りになることが安心しました。やった。もっとこいつはもう、俺は諦めなきゃいけないんじゃないかっていうのを想像してたから、はい、それがまさかのかなり戦えるレベル、まあ、あとは本当に手返しだけ、うん、ルアーが手元に来て次のキャストに移るまで、さっきも言ったけど俺が30頭してる間に君は10頭しかしてないとか、そのレベルの話なんで、いかにキャスト数を稼ぐかっていうのが大事だから、はい、もういかにこう、もう手前まで戻ってきました、うん、ですぐキャストに移れる、うん、これが大事です、はい、次はもうこういうのを頑張りましょう、はい、もうキャストはもう OK です、うん、もうこれ OK 出します、大丈夫、もう君は嫁に出しても大丈夫だ、はい、うん、その感じでいきます。もう今回もキャストは合格、うん、で次はまあその手返し、うんうん、もう慣れてもらう、うん、もうとにかく数こなして慣れてもらうことを目標として、はい、うん、やっていきましょうか、うん、はい、はい、はい、次は、うん、まあ、釣るのはやっぱりね最終目標で、うん、まだこう今やっとスタート地点に立ったわけですから、うん、いきなり釣ろうなんておこがましいですしかも大江川で、ね、そうですね、琵琶湖だったらね、まあアホでも釣れるんですけど、そうです、なんで慣れてね、うん、そうそうそう、まあまあ慣れていきましょう、はい、うん、という感じで、はい、はい、頑張ります。じゃあ次回も師匠よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではありがとうございました。ありがとうございました。以上、ルート25パー釣りガールのみかんでした。バイバーイ。